消費増税法案を撤廃して一層の景気回復と経済成長を進めていくにことが必要であると、そのように考えております。財政再建のためには消費増税法案の導入はやむなしというお話もありますが、過去十数年の日本の歴史、経済の歴史を見たときに、この言い分が間違いであるということはもう明らかになっております。97年に消費税率が 3% から 5% に引き上げられた際に、日本の景気は後退し、北海道拓殖銀行、また山一証券といった大手金融機関が次々と倒産し、倒産する企業も増え、また失職、職を失う方もたくさん続出し、その97年、98年には自殺者数も日本で初めて3万人を超えてまいりました。こういったことからもお分かりのように、消費税率を引き上げてもそれが必ずしも税収にはつながらない、いえ反対に税収は下がる、財政は不健全化するということが分かるかと思います。私たちはその状況に対して、今本当に必要なのは消費税率の撤廃、増税法案の撤廃、またさまざまな減税政策、また今幸福実現党では100兆円に上る官民一体となったさまざまな新産業への投資というものも提言させていただいております。またさまざまな規制の撤廃も進めていき、日本の経済成長をもう一段底上げしていきたいと、そのように考えております。またこの秋田県においては高速交通革命を起こし、また若者が魅力を感じる農業もどんどん支援していって、日本の景気を上げてまいりたい、秋田県の景気を上げていって、商売繁盛で皆様が幸福に豊かに暮らせる社会というものを実現していきたいと、そのように考えております。